ガーディアンズ4連戦に勝ち越したエンゼルスは今日から敵地シアトルでマリナーズとの3連戦がスタートエンゼルスの大谷翔平投手が8試合連続の欠場となった試合は借金10でア・リーグ西地区4位につけるエンゼルスが貯金15で同地区2位につけるマリナーズを延長戦の末に撃破3連勝で借金を1桁の9としたエンゼルスは 4番手のホセ・マルテがセーブ失敗もメジャー初勝利をマーク5番手のジミー・ハーゲットが今季初セーブを挙げマリナーズ5番手のトレント・ソーントンは2敗目を喫したエンゼルスがリード・デトマーズマリナーズがローガン・ギルバートの先発で始まった一戦は初回から動くマリナーズがエンゼルス先発左腕のデトマーズを攻め4番・ラリーの28号ツーランなどで3得点直後の2回 エンゼルスは無視一塁で5番オホッピーが9号ツーランで反撃ののろしを上げるすると4回オホッピーが自身キャリア初となる2打席連続の10号ソロを放って同点に追いつく初回3失点の先発デトマーズだが2回以降はゼロ更新対するマリナーズ先発のギルバートもオホッピーの2発以外には得点を許さず共に7回まで投げデトマーズは被安打51至球7奪三振の3失点 一方のギルバートは非安打61四球5奪三振の3失点だった流れはエンゼルスに傾き9回には連打で虫に三塁と勝ち越しの好機を演出だがエスコバーのライトフライで三塁走者の代走パリスがタッチアップできないミスが起こった続くグリチャクはデッドボールで一・四満塁と好機を広げたが後続が倒れまさかの無得点に終わってしまったその裏ネビン監督は9回同点の場面にもかかわらず 3番手にアーロン・ループを起用すると4番ローリー5番スアレス6番フランスに連続安打で無満塁を招くしかしその後ループも踏ん張って試合は延長戦に突入すると10回にドルーリーが西二塁から21号ツーランを放って勝ち越しに成功5対3とリードを奪った米記者は10回に一時勝ち越しとなるドルーリーのツーランが生まれたシーンに注目した敬遠が考えられる場面だったにもかかわらず マリナーズがドルーリーと勝負したことにマリナーズのサービス監督は大谷が代打で出てくることを心配したのかもしれないと現地メディアが伝えていたことを紹介した米スポーツメディアジアスレチックのエンゼルス版サム・ブラム記者は自身の X 旧ツイッターで延長でブランドン・ドルーリーがツーランネクストにパリスがいてマリナーズが彼との勝負を選んだことにとても困惑させられたとこのシーンに反応したテレビ中継によると 大谷が代打で出てくることを心配したのかもしれないとも記しており現地中継で代打大谷をマリナーズが恐れた可能性が触れられていたことも紹介しているただブラム記者はしかし代打で大谷が起用される可能性は低かったやはりドルーリーを敬遠せず勝負したのは不思議な判断だったと疑問視していたところが実家回来1・2塁の場面で登板したエンゼルス 4番手のマルテがフリオ・ロドリゲスに30号同点ツーランを被弾ロドリゲスはこれで球団史上2人目の30本塁打30盗塁達成となり22歳以下のシーズンでの達成はメジャー史上4人目の快挙となった試合は5対5の同点で11回に突入しエンゼルスはランドール・グリチックとノーラン・シャニュエルのタイムリーなどで3点を勝ち越し11回裏を5番手のジミー・ハーゲットが抑え 8対5で3連戦戦の初戦を制した。なお右脇腹を痛めているエンゼルスの大谷翔平は当初スタメンに名を連ねていたが試合開始の2時間半前に出場を回避これで8試合連続の欠場となったムースムースエンゼルスのネビン監督が慌ただしくクラブハウスで子供とまったりしていたムスタカスを呼んだスタメンを外れていたムスタカスを呼んだのには訳があった。 その後、スタメンに名前があった大谷の名前が消え、代わりにムスタカスが指名打者に入った。大谷は4日に右脇腹を痛めてから1週間、試合に出られていない。この日のマリナーズ戦、先発に名を連ねていたが、試合の2時間半前に出場を回避。ネ、ね、ビン監督は、まだ痛みがあると認めた上で、本人はまだ出場に自信を持っているし、出たいと思っている。 それが鍵だ。プレーオフが絶望的な状況で脇腹を痛めながら今季の扉を閉じないのは大谷に強い出場意欲があるからだ。ネビン監督によると試合前に打撃練習を行った後、大谷自身が100%の状態ではないと判断したようだ。戦列復帰は明日になるかもしれないし明後日かもしれないとネビン監督。試合後のクラブハウス。 大谷はシャワーを浴びて着替える時はロッカーの近いグリフィン・キャニングと談笑しにこやかな表情を見せたテレビに映っていたドジャースパドレス戦も少し見ていたそしていつものように肘の超音波治療器を左手に持ってキ路に着いた残り17試合刻々と近づく今季終了までに大谷がグラウンドで再び笑顔を見せることはあるのか 明日こそは大谷の元気な姿を見られるだろうか大谷はここまで135試合に出場してア・リーグ最多の44本塁打をマーク欠場中も2位のルイス・ノベルトジュニアホワイトソックスとの9本差はつまらず34本で3位のアドリス・ガルシアレンジャーズは右膝の負傷で8日同9日に負傷者リスト入りした昨年の本塁打王のアーロン・ジャッジヤンキースは 9本塁打を放った8月の勢いはなく31本にとどまっている日本選手初の本塁打を獲得のためには1本でも積み上げたいところだが現状を考えれば無理する必要はない復帰するなら右脇腹が万全の状態になってからだ前回対戦では4連敗を喫した強敵マリナーズを破りネビン監督は戦う姿勢は素晴らしかったと賛辞を惜しまなかったネビン監督は「 今調子ののいいチームとの対戦しかもアウェーでプレーすることについて試合前に選手たちに話した数週間前にホームで4連戦を戦った時はボコボコにされたベンチの雰囲気は良かったし最後の数イニングは歩かせたりしたけど戦う姿勢は素晴らしかったと絶賛していたバリースポーツウェストの試合後番組「ナビゲーター」で解説を務めたボビー・バレンタイン氏は。 大谷は本塁打王とか記録のためではなくて年俸をもらっている選手として当たり前に試合に出ようとしているそれが大谷なんだと話していた現場では今季終戦の判断が近づいているのかもしれないカリフォルニア地元紙オレンジカウンティレジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者は自身の X で「翔平大谷は急遽スタメンから外れた」「新たにマイク・ムスタカスが指名打者に入ると速報」 一方でもしチームが大谷がプレーすることなくこのマリナーズとの3連戦を乗り切れば負傷者リスト入りが再度話題になるかもしれないその段階に達しつつあるが彼はプレーしたがっているという指揮官の談話も合わせて報じた前日10日時点では明日の復帰が現実的とも語っていたネ、ね、ービン監督 改めて幹部が万全ではないことをうかがわせたのも事実だ残りは17試合このまま打者として完走するのかシーズン中に右肘の手術に踏み切るのかの判断も含め決断の時は着実に迫っているようだ大谷は2番指名打者で8試合ぶりにオーダーに名を連ねたが右脇腹の張りが回復せずスタメンからは急遽外された久しぶりの躍動を楽しみにしていたファンからは「 ショックとの声が広が広っているファンからはこの1時間に何が起こったんだ1時間前は興奮していたのにエンゼルスのユニフォームを着た大谷がヒットを打つ姿をもう見れないだろうなんということ WBC から今季前半にかけて飛ばしすぎだったんじゃないだろうか大谷選手としても不本意だと思うしかわいそう無理する価値のない残り試合に出る意味はない来シーズン以降棒に振ることになったら大変 休んでほしい。チームの状況を考えると無理する必要はない。大谷が出るって言っておかないと商業的にまずいからでしょ。強欲漏れのオーナーの考えそうなこと。まるで大谷がわがまましてるみたいに思われててかわいそうだ。もう休んだ方がいいような気がします。来年に向けて体のケアに注力した方がベストだと思います。エンゼルスに医療スタッフはいないの。今年は WBC にも出てフル回転。 人間であれば誰しも限界来るレベルの稼働率、休んだ方がいい、との声が上がっている。毎試合のようにデルデル詐欺になっていることに対してアベマの解説を務めた秋井之瀬氏は、ネビン監督が何も把握できていないというのが正直なところですね、とコメント。続けて記者に円幕を張るわけではなく、監督として言葉を発しなければいけない中、持っている情報がほとんどないんだと思いますね。 と見解を示した実況の DJ ケチャップ氏は「持っている情報がない中でネビンのボキャブラリーにはあっぱれです」と締めくくった「大谷は投打の二刀流としてプレーしていることもありトレーニングやコンディション調整も他の選手とは大きく異なる」「そのため全貌を完全に把握することは難しいのかもしれない」とはいえチームの指揮を任されている監督が何も知らない可能性があるというのは なんとも切ない話だ大谷が右肘靭帯の損傷で今期はもう登板しないことになったそこで2度目のトミー・ジョン手術即腹靭帯再建手術を受けるのではと言われている手術もその後のリハビリも進歩し復帰の確率は著しく高まったしかしながら2度目の手術は依然リスクがある復帰までにより時間がかかるし成功率も低くなる だが医療は日清月歩で進化している。2度目でも復帰後、成功できる選手が少しずつ増えてきている。今季11勝3敗と絶好調のレンジャーズのネイサン・ヨバルディは2度の手術からの復帰。ブルージェイズのリヒョンジンも昨年の6月に2度目の手術を受けたが、今年8月1日に復帰。5試合に投げて3勝1敗。防御率2.25と好騰。 ドジャースのウォーカー・ビューラーも昨年8月に2度目だったが今年9月に復帰しようとしているジェームソン・タイヨンは2度の手術後も好成績を残したことでカブスとサク・オフ4年総額6800万ドルの契約を結んだ今年もレンジャーズのジェイコブ・デグロムが6月に2度目の手術に踏み切りレイズのシェーン・マクナラハンも8月に手術を受けた これまで MLB の選手がトミー・ジョン手術を受けた件数は2,000件を超えているこのうち複数回受けたのは148人だ専門医によると1度目の復帰率は80%から90%だが2度目はそれほど高くないどれくらいの期間で復帰できるかもケースバイケースだと現状を語っているそんな中ポジティブなニュースはツインズの前田健太投手のケースだ 前田は1回目のトミージョン手術だった大谷の手術には前田が受けたインターナルブレースを使った手術も選択肢に加わっていると言われているトミー・ジョン手術は断裂した人体帯に代わって腱を移植する再腱術で上腕骨と尺骨に穴を開けないといけないし腱が人体帯として定着するまで時間がかかるという一方でインターナルブレースは2つの小さなプラスチックを骨にくっつけ ココラーーーゲンンをテティングした繊維のテープで結ぶ。ブレースだけだと復帰は早く NFL プロフットボールのクォーターバックブロックパーディは6ヶ月で実戦に戻れた野球選手についてもきっかけで復帰した例があるというただしまだ症例が少なく2020年のオフにひじの手術を受けたジャスティン・バーランダーはインターナルブレースも勧められたが情報が少なすぎると断った。 ハイブリッド手術には2つのメリットがあるという1つは生体力学的なアドバンテージで人体がより強化されるもう1つは生物学的なアドバンテージで剣が人体として周囲の組織に馴染んでいくのをテープが助けてくれるとのこと医療は日々進化する大谷が目いっぱい腕を触れる日が再びやってくることを期待したい大谷はロサンゼルス・エンゼルスと契約延長しない限り 今期終了後ににフリーエーエジェントになるそれに先駆けて様々な移籍先候補が挙げられているがその中でもロサンゼルス・ドジャースが移籍先の最有力と考えられているしかしドジャースが同選手の獲得を逃した場合ターゲットをマイク・トラウト外野手に切り替えるかもしれないドジャースの地元メディア「ドジャースウェイ」が報じている二刀流として活躍する大谷の契約金はこれまで史上最高額の5億ドル 約733億円以上になると予想されていたそのためドジャースやニューヨークメッツなど金満球団が同選手を獲得する可能性が高いと見られているしかし大谷が右肘内側側副靭帯を損傷したことにより当分の間は登板できなくなったため予想されていたほどの契約金にならないかもしれないそうなれば移籍先候補として挙げられることがなかった球団も同選手の争奪戦に参加することが考えられる 同メディアはもしドジャースが争奪戦に負けたらあるいは自分たちが納得できる価格帯を超えて手を引くとしたら大谷のチームメートであるトラウトはコンティンジェンシープランになり得るだろうかと疑問を投げかけドジャースが大谷の獲得を逃した場合にトラウトの獲得に動くかどうかについて論じた結論としてはおそらく最も有望な選択肢ではない有利な状況があれば模索する価値はあるが ドジャースの現時点での最大のニーズは投手であるためトラウトの獲得は必ずしもドジャースを新たな高みへと昇華させるものではないだろうと報じているエンゼルスはトラウトが希望するならばトレードを容認する姿勢だという報道はプレーオフ争いの真っ只中ながらヘッドラインを飾っている CBS スポーツはこの報道を受けトラウトが来期どのチームで開幕を迎える可能性が高いかをランク付けしている もしトレードとなるならばエンゼルスが多額の年俸負担をすることは織り込み済みとした上でであるその中で現実的な候補として挙げられているのは7球団7位はヤンキースだがすでにトラウトと似たような構図で引き取ったジャンカルロ・スタントンをはじめ高級取のベテランが多く現実味が薄いことも同時に言及されている6位はこれまでも数多くの大物に食いついてきたパドレスがランクイン 契約が残り1年となった不安外というもう一人のスーパースターを絡めた三角トレードというウルトラシーの可能性も指摘されているそして資金力メジャー1のメッツが5位にランクイントラウトの契約を引き受けることに問題は一切ないであろう一方でメッツがトラウトを獲得して勝負しに行く姿勢なのかは疑問だ 今下のデッドラインではマックス・シャーザーとジャスティン・バーランダーに競争力が戻るのは1年以上先だと伝えたことでトレード拒否権を破棄されてしまっているトラウトの天文学的な契約にトレード拒否権が盛り込まれていることは言うまでもないちなみにメッツの現 GM はエンゼルスの元 GM であるビリー・エプラートラウトの地元フィラデルフィア・フィリーズが希望も込みで4位にランクインしている トラウトが今の契約にサインするまではフィリーズ入りの噂も絶えなかったがもしトレードが実現するとなればトラウトは喜んで受け入れるだろうフィリーズは両翼にニック・カステヤノスとカイル・シュワーバーがおりブライス・ハーパーが一塁手に回っているという状況現実味は濃くないかもしれないが確かに多額の金銭負担が必要なトラウトのトレード案においては 大型契約のベテランを引き取って総裁しようとする可能性は否定できない大物取りで知られてきたフィリーズの球団社長デーブ・ドンブロウスキの動きに注目だ3位にランクインしたのはクロスタウンライバルのドジャースドジャース側としては契約の関係上トラウトのトレードにトッププロスペクトが関わらないことは確実契約の引き取りが問題ないチームならば トラウトほどのクオリティの選手を少ない対価で確保できるのは美味しいはずだトッププロスペクトの放出には常に慎重なドジャースが獲得にチャレンジする可能性は低くないだろうただエンゼルスのオーナーのアート・モレノは過去にドジャースとのトレードを破談にし大谷翔平をドジャースにトレードしたがらないといった報道も出たことがある2位はサク・オフ カルロス・コレアとアーロン・ジャッジというスーパースターに会えなく振られてしまったジャイアンツ。資金力も問題なく、オフには大谷翔平獲得の噂もあり、米エリアでトラウタに再結成があり得るかもしれない。1位となったのはなんとエンゼルス。CBS スポーツの見解としては、現時点ではトラウトの移籍可能性が高いと言えるだけの材料はない。さらに、トラウトはその巨額の契約ゆえに、 トレードを複雑にする変数があまりに多すぎるのが現実だ。